芸人白論ということで、えー、今回芸人白論は酔っ払い会でございます。えー、酔っ払っていますのでなんか最近思うことを適当にしゃべろうかなと思ってるんですけどうんまあなんかいろいろねバタバタしててあのー。 話もまとままとっってないというかさっきまでね酒を飲んでて一人酒飲んでてピーマン炒めたやつ食って死ぬほどうまいなと思っててなんかあのー、あれなんですよ僕透明版の,あの芸人リレーチューブというのを、まあ、やってまして、えー、森山さんレンガオリオさんと。 えー、僕と大阪、えー、名古屋東京でまあつないでいろいろやっててでその前にあのその堀尾さんと森山さんと名古屋で一回「スリーマン」っていうのをやってやほんまにその時が、あのー、一緒にやらせてもらった一番最初の舞台なんで,でその時の作った。 えー、グループラインっていうのが今も残っててで今はその透明版のラジオの、えー、連絡ボードみたいになってるんですけどなんかねそこをいい関係でね僕あのそこの連絡ボードの好きなところはねなんかあれなんですよさっきまで堀尾さんと僕だけでずっと喋ってたりとか堀尾さんと僕だけで。 えー、連絡が全然足りてるようなことを堀尾さんと直で LINE ですればいいのにあのグループ LINE に載せるんで,すよでその三者三様それをやっててでなんかそれが心地いいんですよね例えば森山さんと堀尾さんだけがわってグループ LINE で喋ってたらなんかあの僕はそれを見れるわけじゃないですか。 それがなんかね見させやがってじゃないけどそんなん思わない関係がいいというかさ仮に思ったら思ったでいいんですよあのいい意味の嫉妬やなとか2人でなんかやってんな羨ましいな俺ももう混ぜてもらおうかなとか俺は俺でなんかやろうかなって思えるのがいいんでグループ LINE にあえて載せるっていうのがそんなことは3人が何人も言ってないけどうんなんかそれがなんか心地いいなみたいなのがちょっとあってねそうなんですよ。 森山さんはねなんか激痛やと思うんですけどあの <laughs> その痛さが好きなんですよ前もこれ酔っ払った時に熱弁してましたけどねいいんですよ2年目3年目で痛いんじゃないんですよもう十何年やってて僕より先輩で先輩やと思うんですけどあの <laughs> そうね真面目なんですね真面目が裏返ったらああなるんだろうなってなら怖いんですよサイコパスなんですよ本当に うん、だから芸人チロンはどんどんやってほしいですねあそこでひよったら男じゃないと思,う思いますねうんなんかねそうなんですよもだって僕あのダンボール松本さん好きやからピヨピヨ動画とか好きで見てるんですけどチロン聞いたら <laughs> クソみそに言うてたから <laughs> クソみそに言うてるなと思って <laughs> でまあまあいろんなね僕知らないですよその あの他のの動画のこともも言ってましたけどいいいやででそれがいいんですよ人間っていうのはこうなんか矛盾がない状態にしようっていう行為自体が僕は悪やと思っててうん矛盾をはらんでるんで僕だから森山さんとあの堀尾さんとこう一緒にやらしてもらってるけど考えは全然違うこともいっぱいあるしでそれでいいと思ってるんですよね多分3人とも。 その関係性がいいんんででグループライン気に入ってるんですよねそうだって僕だって激痛やからね、えー、この芸歴で自分のことを天才って言うっていうのは、まあ、戦略でもあるんですけどそれまで言うてなかったのにね吉本おる時はそんな言ってなかったのに <laughs> なんか <laughs> まああのー「お山の大将」じゃないけど「ないけど」じゃないな、まあ、ま,ま,まさにそれなんですよ。 吉本ってすっげえ怖い先輩いっぱいおる時にはよう言わんと思ってんでフリーになった時にあの急にブブラッッククジャックブルっていう戦略を取りました、ねえーまあ,あの人から天才って言われるから、あのー、それを「いやいや」って謙遜してたんですけどもう弱勢なと思ってこれどうせ謙遜し続けたら謙遜したまま干からびて、うん、終わる人生やなと思ったから。 これはもうええわ、うと思って。なんかそこら辺の人間臭さというか。うん、弱さみたいなのは、自分が把握してるんでね、だから弱い人好きなんですよ。<laughs> この間酔っ払ってるから、尻滅裂に喋りますけど、あの名古屋に行かしてもらって。レンガ堀尾さんの座漫才っていう、あの堀尾さんが。 相方10人変えて10人と漫才をやるっていうイベントに出させてもらってで僕はまあその相方のうちの1人でまあ10人組手ですよ、ね、大阪からの組には d n a 池上さんねもう行っててで当日のタイムテーブル見たら多分おかしいんですん だけが、えー、当日練習して他の人たちはもう練習終わらせてんのかなとか思ってたらもう当日に練習してるんですよ30分刻みぐらいでもうねこれお笑いやったことない人はわからないでしょうけどまあ過酷なんですよねで住人を相方にして漫才やるっていうのを成し遂げた後にですね僕の 主催ライブの「呂布陣ネタバトルリー夫人」っていうのを、えー、すぐその足でやりまして長者町ラビットという会場でで本やったんですよだからもう堀尾さんなんで疲労困憊なはずなんですけどまあそこから24時からのですね FM の「真夜中の王国」っていう、えー、ラジオに出て1時間喋って、まあ、僕も寄させてもらったんですけど。 ままあ鉄人やなと思いましたでも鉄人やなと思ったんですけどあの去年一昨年やったかなオリンピックっていうあのずっとやってるやつの中のでっかいフェスをなんかやってたんですけどもうその堀尾さん主催でやった時にね名古屋のえーとねレインボーなんちゃらやったかな,なかでっかいとこ300人ぐらい入るところ満杯にしてね、えー、いろんな人呼んでフェスを大成功させたんですけどその時も。 あのー、実はその舞台裏ででで途中で倒れてたみたみいなんですよだから堀尾さんってね、うん、前田あっちゃんなんなですよ過 <laughs> 呼吸で倒れそうなのがファンの支持を仰いでるっていうかでも悲しいかな、あのー、野獣の姿に魔法使いに変えられてしまってるんでね誰もあの男のことかわ,いかわいそうとか頑張れとか思わないだけでねなかなかやなっていうそう。 まあ、堀尾さんはだから、ええなあと思うんですけどね。何の話や。なんか喋りたいことそれなりにあって、やってるんやけど、もう酔っ払ってた、ら忘れるんですよね。あ、そうそう。なんかね、芸人白論ってやってるけどね。森山さんの芸人一郎のコラボでやってて、ね、で、まあ。真面目なことを喋るだけやから。 別にロ論を借りずに勝手にやればいいんやけど絶対ウィンウィンの関係にしたいなっていうか思ってあるからコラボさせてもらっていいですかっつってでやってるんですけどなんかえっ、ー、と何やったかなそうそう「白論」より「透明版芸人リレーチューブ」を撮りたいんですよ。ななぜかとといいうとそっちは笑いなんですよで、えー、これってダラっと喋ってしまってる真面目に喋ってしまってる。だからハードルは あ,のある意味低いんですよで笑わそうと思ったらある程度食らなあかんしうんそっちはハードル高いんですよ。で「朱」シュと「柔」で言ったら絶対こっちが「柔」なんですけど朱の方を撮ろうと思ったらこの気合がいるというかねなんか3時間の映画 <laughs> 見る時に「ほんまに見れんのか?」って気合入れてから DVD プレイヤーに DVD 入れるって っていう感覚に近くてうんだからなんか白論の方が取りやすいけど透明犯の方が取らんななぁと思ってるんですよねなんかこういうバランスって難しいなぁと思うんですけど、うん、まあだからあの芸人の一つの指標やと 芸人のっていうかまああれですねもう森山さんと僕ぐらいですけど一つの指標やと思ってもらったらいいかもしれないですねあの本業がやっぱりお笑いのネタとか本番とか舞台とか作り物の世界やとしたらこれは裏なんでで裏が多すぎると コインの表裏やのにバランスとしてどうなってんねんっていうので裏が多い分だけこの人たちは報われてないんだなと思ってもらったらあま,、ねうん、まあた、ねね、あま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 まあ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  これ難しいんですよあのメンヘラとか痛いとかいう言葉ってどっからどこまでがそうやねんってお笑いとついてのことを真面目に語るというスタンスについてですね例えば全然おもんないやつが語ってたらさ激痛やと思われるけど森山さんのことをね僕はまあ冗談で言ったりはするけどあの何、ー、て言うかネタを見てる人はそんな思ってないと思うんですよ。で俺に関してててもそうや思ってて うん、表裏ななんんでねなんか表のコインの表の方を見てねこんなんゲーセンのコインやんけって思われたらならもう裏すら見てくれないしバカにするだけですけどやっぱり一万円札って書いてて裏側どうなってるやろってなった時にねどんな風景映ってても俺が知らんだけで立派な寺なんかなとか立派な建物なんかなとかなんかこう思うじゃないですか。うん、なら 表と裏のバランスは崩したらあからん,んか思いますねで、なんかねあのー、まあ別個にまた寄ってるから別個で取ったり言ったりするかもしれないんですけどあのー「メンヘラ」という言葉まああまり好きじゃない言葉なんですけどメンヘラって。 えー、いう言葉があってで一方でねなんかあのー、説教親父みたいなのいるじゃないですか。あれはねメンヘラの進化系でねメンヘラよより立ち悪いんですよねところが世間の人はそんな認識があんまりないんですよ。うん、だからまああの人によっては説教親父のことをあいつメンヘラからなって言う人もいますし。 その辺になってくるとまあ語彙の守備範囲がぐちゃぐちゃになってるんであのなんていうか、ね、例えばね僕ね僕自身の体感で思うんですけど僕は例えば、えー、3しんどいことがあっても7とか8とか人に言うてしまったりその話をぐちゃ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 なんか「3もう俺は大丈夫やけどな」 みたいな感じで言うてしまうダサい時期が若い頃はあってで今は何て言うかな重心どういうことかっても1とか2とかのしんどさに見せかけてん,なんかネタに消化したりこうしんどくないよみたいなことをできる技術が身についたというかでなんか弱音を吐かなくなってきたし。 年齢いくと吐けなくなってくるんですよね後輩にね一年目の後輩にね俺のネタどうやったって聞くようなカッコ悪いことは僕はもう養鮮堂ですよ恥ずかしくてバカじゃねえのと思うしねやってるやつ見たらダッサいなと思うし養鮮くなるんですよねでもどっかであの反射的な優しさみたいなのをこう 求めてしまう自分がいるというかでもそれは頭で分かってしまってるんですよ反射的な優しさっていうかそんなことないですよ待ちをすればちゃんとそんなことないですよが返ってくるんですよ。それが分かってしまうとしなくなるでしょう年齢的にまあ例えば霊教にすべてだなって言ったらいや,いや後ろの方を受けてましたけどねっていう後輩がいたらそいつと 喋るみたいなそれがすっごいダサい行為やっていうのが分かるしで反射的な優しさって誰でも持ってるんですよ飛び降り自殺の,あの現場に遭遇するみたいなドラマみたいなシーンってないけどあったら多分みんな止めると思うんですよ。止めるけどそれは反射で止めてるわけであって。その人の人生活を 今後どれだけ支えてあげるかって言うたらもうその時止めたらその時でおしまいですよ俺ん家に住めんとは言わないし反射の優しさっていうのはあのカンフル剤やけど反動も来るしい。っていうことが20代で分かったんですよね僕の場合は遅かったんかもしれないけどなんか。 反射の優しさを求めたらそれが癖になって覚醒剤と一緒でずっと使い続けなきゃあかんねんなと思ってだからもうその反射の優しさを求めるような発言自体を僕は自分を律してやめるようになったんですよね。であなんか保険を利かせるような行為が嫌いになってだから。 今日は死んでたやからなとかいうやつダサいなって思うのもそうなんですけどあの反射とか保険をかける人生をずっと続けてるとそれが癖になってでもそれをやってるっていうことは自分自身が自分では分かってるからしんどくなるんですよね絶対。でそれがなんか分かったからやめたっていうか。 やめるとねそれはそれでね誰にも弱音吐けない状況になって弱音吐けない代わりにここからなんですよ酔っ払ってるからごっつ時間かかりますけどあの説教親父になるんですよだから僕はねほんまにそういうのはよくないなって説教親父にどこでもないんですよ一見ね達観してるみたいな顔をしてるからね説教親父に遭遇すると あの僕ももう名前はあげませんけどねあのうんそのメンヘラ先輩にですね結構名前がある人にメンヘラ説教親父にですね説教されたことが何回もあるんですけどでその時にね好きになろうと努力するんですよこの実績の人にこんだけ怒られんねんから俺が間違ってんのかなと思ってへこむんですけどね。 今今考えたらただのねメンヘラクソ野郎が説教親父に進化しただけのことでねだからあの説教親父はメンヘラより立場になっていうめちゃくちゃ思いますねうんそうだからなんかその説教臭くなるぐらいやったら弱音吐いて かっこ悪い先輩の方がかっこいいという変な折り返し地点に立ってるような気が。あのしてるんですよね。なんか。かっこつけて。お笑いのことを何でもかんでも分かったようなふりして。人に、こう。偉そうに言うみたいなポジションに。芸歴ったり年齢がいったりすると。なりがちやし。そういう空気感が出るんですよね。ほっといても。 でこっちもなんか周りがそういうふうに扱ってくれるのが慣れてくるとそれが当たり前になってしまうというかでもお笑い自体は僕ら人間ごときのお笑いという深淵になるものがあるとすればお笑いという学問は僕らが1年先輩7年先輩10年先輩100年先輩みたいなのはもう正装からすれば。 ビビたる年月1秒にも満たないぐらいの年月なんでね大差ないんですよ人間同士の社会的な、えー、関係性のあり方だけで先輩後輩とか上下関係決まっててやり取りしてるだけの話なんでそういう感じ やのにそれをなんか自分は分かったような気になってしまうっていうのが恐ろしいし逆にも誰にも弱音を吐けなくなるんですよね。芸歴ととかか年齢とかある程度ったらそうだ,だから僕よく言うんですけど「達観してる」って言うけど達観してる人なんて一人もいないんです僕は少なくとも見たことないんで。してるっていうのは物欲とか名誉欲とか。 性欲とかなんかそのいろんなものが枯れた時に達観してるような素振りを人はするっていう達観してるという欲が別ジャンルであるような気にするんでしょうね。だってさセックスばっかりしてて猿みたいにねあの人の彼女でも奪ってまでもセックスしたいとかあのモテるためにひさろいってピアスつけて香水つけて。 えー、似合いもせえへん服買ってでそうやって散々やってきた人間が40代50代になって枯れてきて時に「俺も昔あんな頃あったわ」みたいなあの若いやつ見てそういう昔の俺やなみたいなマウントの取り方するダサいやついるじゃないですかじゃあお前が枯れ果てただけやと急に明日神様からすさまじい性欲20代の 性欲戻されたら同じことをしとしるっちゅうねんと何を達観したみたいな素振りしてんねんかすと思って達観してる素振りするやつってダサいしカッコ悪いし悪と思うんですよやっぱりほんまに達観してるんやったらいいけどさそんなやつあんまいないんでだからなんかそういう意味では話元に戻るんですけど酔っ払いやからね多分これめっちゃ長くしゃべってんねん まあいいや堀尾さんのなんて言うかなあの頑張りっぷりっていうのはやっぱすごいなと思いますねうん十人組手ですからね十人相方変えてやるって凄まじいですよ僕要精もんないや,やしなあんなんやんのしんどいからあそうそうライブ自体はめっちゃ面白かったんですよめっちゃおもろかったんですけどもう でもねああれはお客さんはまあ口を開けて楽しんでくれたらいいんですけど、うん、これね因果な商売やなと思うんですよほんまにね。たッカんかどうかわからへんけどそのさっき言ったような感じでいろいろ枯れてきてるんですよ僕も。なんか悔しいっていう気持ちも昔より枯れてきたし。 お笑いの才能とかいあの昔みたいに全然受けへんのにこれがおもろいって信じる力っていうそういうこう感受性も少なくなってきて経験とかキャリアで埋めれるというかあの笑い取れるようになってきてしまったというかそやけど。 そういうふうなことで言ったらたっかんじゃないけど干からびてきてるんですけど因果な商売やなと思うんですけどそんなに怒ってないことも起こらなあかんような商売なんですよねこんな間春太ってさコンビニの店員でさーって言ったら人は聞くけどこの間コンビニでねって言っていやまあいいんですけど って言いながら、喋るより、癖があるんですよね。だから、怒ってるふりせなあかんし。ああ、因果な商売やなと思うんですよね。だから。でも、ほんまに、達観してたら、自分がメンヘラと見られても、構わないっていうのが。あの、芸人の。あるべき姿というか、正体というか。だから。そこまで見せかけてるというかね。うん。 それも因果な商売やなと思うんですよ僕はそれをやるにはプライドが高いんだろうと思いますねなんでそんなことせなあかんねバカバカしいと思ってしまうなんか、うん、でも因果な商売やなと思いますねでもなんか弱みを見せた方がお客さん入るというかね、うん、メンヘラ戦略の方が入るんですよ前もこんな話しましたけど アイドルとかが「私なんか誰からも愛されてないのかもしれない」ってツイートしたらファンが「そんなことないよ」ってうわーってコメントするでしょ。で僕はそんな見たら気持ち悪っと思うんですけどメンヘメンヘラ戦略なんですよね僕がそんなことをツイートしたらまあ気持ち悪いですよ <laughs> 俺なんて <laughs> みたいなまあボケと取られるかもしれないですけどね。 本当に応援されるとということを僕はあの根本的に嫌ってるんでの嫌ってるというかそのありがたいとは思いますけどね前あのー「ライブ行けなくてすみませんでした」というセリフが嫌いという回を詳しくは聞いてほしいんですけど、うん、応援されるっていうのはファンに応援っていう無駄な労力というかその 100手のひらの上で芸を楽しませてもらってないっていう状況なんでそれを僕は非常にダサいと思っててなんか俺ってその程度なんかなと思うんで思うんですけど今現状単独ライブや,やるって言うてるのにですねえマジでほんまに法然寺の方なんて5人しか弱くないんですよ5人やったら僕はもう怒られるなと思ってる。 もうなんていうかね情けないんですよ、ね、そうあ俺の評価ってこの程度なんやと思うともう悲しいですしね、うん、そうなってくると僕もメイヘラ戦略をを取らざるを得ないんですよ、うん、ある程度社会的な生き物なんでね怒られるという表現を真っ先にしましたけど怒られはせえへんけどやっぱりうんちょっとこの集客じゃってなるんですよ。 まあ1か月に3本も単独ライブやるのが悪いんですけどもうこれね僕の単独ライブなんて誰も見たくないのかもしれないまあ仮に僕がツイートしたところでそれで客が増えるようなアホなお客さんはそんなにいないですから効果もないんでしょうけどなんかね そ,うそれはメンヘラ戦略でもあの上手にやればありやなと思うんですよね。からもうとことんふてぶてしいかどっちか、ね、で僕は今多分序談話なんですよ。戦略的なことで言ったらどっちもやってるんで「天才や」っつって幅を広げて、えー、人を引きつけてネタ見せてっていうのもやってるし。 もう直近でお客さん来おへん時は予約がないのを助けてって言ったりしてどっちやねんってう助けてほしい救われる側なのか人を救うヒーローなのかどっちやねんっていうまあ中途半端な戦略とっててね何かそういう意味ではまあ自分が精神的にも未熟なんかなとか。 うん思います、ねうん、なんか同じことずっとやり続けてる人でそれも戦略的にもなんかあんまり良くないでとか思ってた人とかいるんですけどそういう人がずっとやってるうちに時代がその人と合ってきたみたいな時に時代がその人と合ってきた時にパーンと売れてしまうみたいなんがあるんで。 そういうのも見てきてるつもりなんでそうなってくると僕みたいにひよったやつはダメですねひよ、うん、ってるなぁと思いますねこないだあのー、森山さんがあのー、スパンキーの事務所ライブを東京でハイスピリッツ東京っていうのを毎月やってるんですけどもそれを見に来てくださった時にですね、えー、見に来てくださったこともないんかな俺があのー、一緒に芸人一郎の えー、コラボ撮らせてくださいっていうのを2人で言ってて撮りましょう撮りましょうってなって撮って、えー、中西さん出るんやったらついでに見させてもらいますよって言うてビーチ部で、あのー、やってたから森山さんがたまたま見たんで,ですけどその時に何の話をし,してたんだかなえー、っと スパンキーの事務所ライブをまあ森山さんが見てくれて僕なんか喋りたいことあったんですけどね言うてるから忘れたな何やったかな、うん、見てくれて、えー、感想まあ,あの詳しくは芸人知論でスパンキーライブについてって書いてあるんで見てほしいんですけど聞いてほしいんですけど何喋ろうと思ってた,んやっ,たっけなえー、何やったかな なんか喋りたいことあったんですけどね。誰がお喋ると思ってなかったかな。あ、そうそうそうお前でした。僕のネタのことを割と絶賛してくれててね。で、まあこれを聞くとリスナーの方というか、あのまあ仲間いいから森山さんがあのことを手加減してなんかあの。 褒めたんやろうって思うかもしれないですけど森山さんを舐めたらダメです。森山さんはね、そんなね普通の人間じゃないんですよ。頭おかしいですから。湘南で空での、えー、ネタとかを湘南で空でさんと仲いいんですよね。で、尚さんとかもよ、ね、お飯行ったりとか動画とかでも出てきますけども解散しちゃいましたけどね、最近。でその湘南さんのネタとかですら今日のネタは 別に新ししさもなかったし単独ライブあっても別に見に行きたくないしみたいなことを平気で言うんですよ友達でもそれぐらいの人なんでなんかあのだか絶賛してくれったんですよその僕のネタをねで森山さんの僕のネタを絶賛してくれたのにのがなんかね僕のネタがね割とチャラついたネタやったんですよその時やったネタが。 お客さんに呼びかける、えー、普通ネタはしご現金やけどツッコミを指定するからそのツッコミをネタ中にどんどん突っ込んでくれとみんなで,でガヤガヤやってくれとその熱量がコント中の主人公に伝わればコントは終わるけど熱量少なかったら延々と続くよって脅迫しながらやるっていうスタイルのネタやったんですよ。これってポッップででキャッチーじゃないですかで、まあや で森山さんがすごい面白かったっていうことを言うてくれててでかつちょっと言うてたんが中西さん僕が見る、えー、っていうかそのっていうの分かってるからもっとなんか世界観ガーンってあるやつやるんかなと思ってたらすっごいポップな引き出しを出してきたからこの人はなんか。 もうすごいなみたいなことを褒めてくれたんですけどそれをちょっと今訂正したいと思ってたのを思い出したんです訂正というかもうそれを聞いたから恥ずかしくていや僕ビビっててねあの客がウケなくても芸人は笑うみたいなネタってなんぼでもあるから。 それをやろうかなと思ったんですけどそれをやってお客さんには受けてないっていう状況がすっげえ嫌だったんですよほんで、前回はビーチ部でハイスピリッツ東京ってやってるけどお客さんのこと悪くは言わないんですけどハイスピリッツ東京は毎回お客さんがライトなんですよねなんかあのほんまにめちゃめちゃおもろいことやったらあんま笑わへんだからうわーっとほんまにやりたいことやったらあんま受けへんなとお茶濁すような感じになるのかなっていうのがあって で、僕はギリギリの選択肢の中で、よしとお茶を濁そうと思っただけなんですよ。だから懐の広さとかじゃなくて、単純にビビってあの森山さんの方じゃなくて客の方を取ったんですよ。そうしたら森山さんがまあそんなこんなもん分かってくれたのか。あの僕が普段やってるディープなネタを youtube とかで。まあ、えー、一部は一部ですけど見てくれたりとか。 その印象があったから逆にライトなことをやっててもあっこんなこともできるんやみたいなんで評価してくれたっていうだからあれ聞いてあっそういうふうに評価してくれたんやしめしめぐらいの感じやったんですけどまあそうですね難しいんですよほんまに受けなあかんからね僕爆笑取らなあかんって常に思ってるって森山さんが熱弁してるけど俺もやっちゅうねんと。僕のことを その森山さんがラジオで「いや白書の中西さん」とか「町浦ピンクさん」とか受けなくてもいい人たちがいてそれに昔は嫉妬してたけど今はなんかそれもすごいと思ってるみたいなことを言ってるけど僕はもうそれ聞いて「いやいやアホかっちゅうねん俺ほど爆笑しか考えてないやつおらんちゅうねん」と「何やったら森山さんと一緒やっちゅうねん」っていうのはすごい思ったんで。そうすね でもで実際森山さんが来るときに滑ってたら「お前ほら滑ってるやんけ」ってなるからっていうビビりはあったんですよね。だからほんまにねあのたった一本ネタやるライブであの森山さんがあの来るまでに「その芸人チロン一緒にラジオ撮ろうぜ」って言ってたまでに待ち合わせするまでの1時間半ぐらいの間に僕。 3本ぐらいネタ練習してましたねどれやろうかなと思うぐらい森山さん来るから芸人知論取られると思って怖いからそうそんな感じでしたまあでもねもうもガンガン実名出して人の,あのことを言うて悪口のための悪口ではないと思うんですよ 森山さんお笑いがほんまに好きな人やからでもまあ劇団やと思うんでその劇団とね貫いていてほしですねあのー、何やったかな武宏さん僕あんまり全然知らないんですけど森山さんのラジオ聴いたら批判してて最初の方その好きやって点数を好きやったっていうのはの森山さんがね武宏っていうルポライターお笑いルポライターみたいなのがいるらしいんですよ。 点数つけたりしてネットに上げたりしてたのに最近なんかショーレースとか最初から最後まで行って点数つけたりしてないって言ってお前そこサボんのかよってお前そこ原点じゃねえのかよって言ってめっちゃ怒ってたんですけどまあそれはねあの同じことを森山さんにも言いたいですねなんか変にねあんだけライブのレポとかをね 十何年目であげるっていう連携聞いたやと思うんですけどそれをやってんねんからもうやめないでほしいですねそれをやめたら俺は森山さんのこと嫌いになるんで絶対続けてほしいもうおおこ怒られてほしいですね誰かにどつかれてほしいですねそこまでやってほしいなあってだから僕ね好きなんですよなんか一途な人頭おかしいけど一途な人とかなんか聞いてみたらあ,あそうかって思わされるような人って うんだって人間ってね僕自身がそうやからあれやけどやっぱり人の顔色とか気にしてやめてしまったりひやったりするじゃないですかそんなんじゃな,いなくてもう、うん、突き詰めてやった時に森山さんみたいな、ね、サイコパスが出来上がるわけですよだからそれはなんかそれを。 貫いていてほしんですよねそれを途中でやめられたら冷めるというかねだから僕これは本当にたとえ不,不適切なのを分かっていうけど、うん、もうやめようかな <laughs> あのほんいやもうもう僕は悪は大嫌いやから全然例えとしてねまあみんな頭いいから大丈夫だと思うけど拓馬守が一回ね死刑逃れようと思って一回控訴してなんかね取りやめたんですよね。 死刑判決控訴してどうせ無理やって分かったからでしょうけど「えお前一回控訴した,したんや」っていうので僕はもう少し冷めたんですよ。お前はなんかね間違ってる考えなりなんなりであっても自分を貫い,貫いてああいうことやったんじゃないのえ自分の命土壇場で惜しくなったんやっていうことにごっつい冷めたし。 なんんか腹立ったんですよねそんな途中でひよってやめんのやったら最初からすんなボケと思ってもうそのなんちゅうの悪を応援してるわけじゃないですよ。そん逆に言うたらそ,そ,その程度のやつやからああいうことをやってしまったんやっていうふうにも思うしだからね僕はあの全然何の話やねんって言うけど。 北斗の剣で言ったらジャギが大好きなんですよねジャギ最初から最後までクソやったでしょもうあの感じがもう好きでねで途中まで大好きやったのに死に際嫌いなのがサウザーなんですよはぁと思ってジャギはね性格悪いままなんですよ北斗真剣真剣習ってんのにピストル使ったり含み針使ったり卑怯のオンパレード、ね、最初から最後まで卑怯なまんまは たんですよね。あんなやつ勝つですけど、キャラクターとしてはもう一貫してて好きやったんですよ。でも、サウザーはね、それまでね、ケンシロウに負けるまでは、なんか。俺は帝王だと言って。あの。ひかぬ、え、なやったかな。俺は出てこへんけど。ひかぬこべ、媚びぬ、顧みぬって言うて。 あの「帝王に交代はないのだ」って言ってどんだけ傷ついても虚勢を張るっていう感じでかっこ,かっこよかったんですけど <laughs> 負けた途端になんかケンシロ四郎教えてくれって「なぜお前は愛を背負う,背負うとする」みたいな言うて、ね、ケンシロウがなんか「愛は辛さや悲しみだけじゃなくて温もりをお前も覚えてるはずだろう」って言うたら「温もり」。 言うて急になんか泣き出したりして「俺の勝てる相手では最初からなかったわ」とか言う,言うて最後死ぬんですよ。一回賢ロ郎に勝ってるんですよ。その時とどめさしてたら殺せるぐらいの話やのに最初から俺が勝てる相手ではなかったわって何のリップサービスやねんと思ってもう腹立ってねこう嫌いなんですよ。だから森山さんにはねサウザーみたいになってほしくないんでね ぜひ、ね、ジャギの,ジャギあの人ジャギ僕はだからしないですけどね、あのー、あの人は実名上げてガンガン言ってるけど僕はもうそんなことはしないですけどあそう森山さんの凄さとそう堀尾さんのことで言いたかったんですよ僕だからあの人すごいなと思って。いやー であと透明犯でもそうですけどグループラインでね3人よってね2人だけ絡むっていうい,い構図やなってなんかお互いが刺激されるしなんで2人で直接でラインすればいいことを3人のグループラインにあげんねんっていう関係性もちょうどいいんですよ。これがね10人とかのグループラインで2人だけでやり取りだーって言ってたらみんなのこと考えろよってなるけど3っていうのが絶妙によくてね。 うん、なんかね。そう。そんな感じですね。もう多分。喋ることなくなってきたんで。また、あのそう単独ライブあの来てね。メンヘラおじさんなんであの困ってます。お客さんが5人以上入らないと自殺します。あの来てください。本当に後味悪いです。これを聞いてる人,人たちに遺体の一部を送りつ,つけますんで来てください。 というわけでさようなら。